プロジェクト G はアンジールのおふくろさんの実験だった。ホランダーは俺がモデオヘイムで確保して会社に引き渡した。その後は会社から退去を命じられてもう随分経つ。会社はごたついてるらしい。俺の周りにはタークスの連中がいつもいる。偶然休暇が重なったとか言ってるけど、どうだか。でも、アンジールのことやジェネシスのことは、誰も何も言わない。まるで、最初からいなかったみたいに。ソルジャーを何だと思ってるんだ。この先、俺は何と戦えばいいんだ。ソルジャーの誇りって、なんだよ。オイル塗ろうか。そんなことはいいんだよ。なんだよこれ。俺また干されてるのか。息抜きもいいんじゃない。もう飽きた。よし、こっちから連絡する。統括ならもういないわよ。ラザード統括は行方不明。オランダに資金提供をしていたのは彼だったの。会社のお金を横領してね。あの統括が？ホランダーを取り調べ中だからいろいろ分かってくるはずよ。何なんだろうな。みんな何を考えてんだろうな。真実はその人の中にしかない。その真実ですら言葉にした瞬間に疑わしくなってくる。シスネ、ちょっとあっち行ってろよ。今度はエアリス？なんで知ってるんだよ。俺は監視されてるのか？監視されてるのはあの子。彼女は古代種よ。世界でたった一人きりのね。知らなかったの？あいつ何も言わなかったから。世界にたった一人きりか。その通りだな。気をつけろ。ジェネシスコピーだ。ジェネシスコピーだって。アクティベイティングコンバットモード。フレッハッ。こいつらまだいたのか。もうジェネシスは。ジェネシスはいるのかもな。はあ？肉体をなくした精神はライフストリームへ帰る。だったらどうよ。星をめぐる精神エネルギー、ジェネシスの精神も今頃は。そのライフストリームからコピーを操ってるってのか？単なる想像だ。さあザックス、休暇終了だ。一緒に来てくれ。ジュノンが何者かに襲撃されている。こりゃひでえ。またジェネシスコピーかよ。好き放題やりやがって。アクティベイティングコンバットモード。
ジュノンには今ホランダーがいる。この襲撃は無関係ではないだろう。まだ終わっちゃいないか。我々は住民を避難させる。お前はホランダーの保護を頼む。俺がホランダーのお守り？敵の排除が先じゃないのか。ホランダーは機密情報を握っている。必ず保護しろとの社長の指令だ。ラザード統括が突然消え、ソルジャーの指揮系統は再編成中。この襲撃はその隙を突かれた形だ。ザックス、ここで動けるのはお前だけだ。ホランダーの保護を頼む。ホランダーはアルジュノン第8層の隔離施設に拘束中よ。上には非常エレベーターで行けるわ。この先の突き当たりよ。ザックス、頼むわね。取り調べはまだ終わっていない。敵に渡すわけにはいかないぞ。ああ、わかった。しました。ああ、上もう襲われたのか。いえ、市街の襲撃の対応で警備が手薄になった隙に姿を消しました。自力で逃げた、あいつが。はい、まるで襲撃のタイミングを知っていたかのようです。何者かの手引きがあったのかもしれません。居場所は、手がかりはないのか。アルジュノン第6層の監視カメラにホランダー博士が映っていました。ここはエルジュノン第6層なので、この先にいるはずです。アルジュノンへは中央通路のゲートを抜けて直進してください。ゲートはスイッチで開閉できます。了解。お前は怪我人を頼む。はい。ホランダーのお守りは俺に任せろ。
すかよ。あぶねえな。邪魔すんなよもう。Activating combat mode。はっ。ホランダめ、待ってろ。Activating combat mode。逃げるなら今のうち。これがソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやる。楽勝楽勝。ザッツ伏せて。優しい顔してなかなかやるね。助かったよ。サンキューな。役に立ったならよかった。行くぜ。とっておき。これがソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやる。Yeah.
Conflict resolved. この辺りの敵はほぼ制圧した。ゲートをロックして、ここを臨時の避難所にする。そっちは順調だな。こっちはホランダーを捕まえ損ねた。行かなくちゃ。ああ、頼む。ソルジャーさん、なんとかしてください。さっきシスネがアルジュノンの第8層に向かっていくのが見えたぜ。ミッドガル襲撃事件といい、今日のジュノンといい、うちの会社最近ろくなことないわね。何？何この騒ぎ？これって映画の撮影か何かなの？わーお、スペクタクル！君、ジュノンの年間予算がどのくらいか分かっているのかね？このままでは赤字だ。さっさと化け物どもを倒したまえ。私はシスネと合流して避難誘導に戻る。お前は引き続きホランダーを頼む。あそこの兵士ヘリで酔っちまったんだ。ったく、この一大事に困ったやつだよ。あの先は確か飛行場。飛行場から逃げるつもりか。まずい。来い来い来い。そいつらを止めなければジュノンはどうなるかな。あ、くそ、来たね。ゲートを破壊して住民を襲う気か。ホランダ、捕まえたら絶対ぶん殴ってやる。
っしゃー Conflict resolved. Activating combat mode.少し敵を逃がしたみたいだ。ホランダ、絶対許せねえ。
今度はサソリ型かよ。ホランダメ、どんなコネだよ。アクティベイティングコンバットモード。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。ホランダはあっちだよな。いい加減まずいぞこりゃ。やられた。任務失敗。査定大幅マイナスだな。セフィロス、100年ぶりか。あとはタークスに任せておけ。モデルヘイムへ行く途中だったが、お前がここにいると聞いてな。嬉しいな。再び事態は動き出したようだ。世界各地にジェネシスコピーが現れている。なんでだ。ジェネシスコピーは一掃したはず。ジェネシスは本当に死んだのか。あ、ミッドガルにもコピーどもが来ている。そうか。スランにもな。俺が許可する。帰れ。おう。じゃあな。また。モデオヘイムがどうかしたのか。ホランダーが使っていた装置が強奪された。ジェネシスだろうな。またすぐに会えるさ。絶対だぞ。君よ、恋願え。命育む女神の贈り物。いざ語り継がん。君の犠牲、世界の終わり。人知れず水面を渡る風のごとく緩やかに。確かに
今何かいた気がしたけど、気のせいか。ジールコピこりゃどうも。守ってくれたのかな。そうみたいだな。劣化か。かわいそう。アンジールもどこかにいるのか。お前、何しに来たんだよ。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。うん。でもさ。大丈夫。分かってんだろうな。そこでじっとしてろよ。あとは俺が何とかする。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。ほら、ザックス、こっちこっち。ああ、なあエアリス、ワゴンができたら上の町でも売るんだろう。うん、まだちょっと怖いから、まずはスラムをお花でいっぱいに。何言ってんだよ。上に行くときは俺が一緒だ。心配すんなって。ザックス、ありがとう。よし、そうと決まればさっさとワゴン作っちまおう。俺、材料集めてくれよ。エアリスはここで待ってろ。材料集め行くんでしょ。私、お花の手入れしてるね。
Activating combat mode. せーの、これならどうよ。
これこれ、僕の手だ。はいっと、まいしてやる。解放してみろ。大きなお世話だ。おっしゃー。さこれこれ、逃がすかよ。見てろ、まいしてやる。狙うぜ、これならどうよ。せーの、まいしてやる。狙うぜ。してみろ。大きなお世話だ。おっしゃ
Activating combat mode. 邪魔すな。ソルジャン。おっしゃー！コンビリゾルト。アクティベーティングコンバットモード。見てろ！手持てだ！好きにやらせるのならどうよ！狙うぜ！手持てだ！好きにやらせる！マイしてやれ！よっしゃついに来たぜコスタ・デルソル今度こそ休暇を満喫してやれなんだおい君またあいつらがやってきたぞなんとかしてくれくそ休暇の邪魔しやがってせーの、手も手だ。これこれ、マイしてやる。好きにやらせる。ガスかよ。狙うぜ、手も手だ。これこれ、マイしてやる。狙うぜ、これならどうよ。せーの、ガスかよ。全部倒したぞ。ちゅうわけで休暇バカンスワカンス。よし、とりあえずスクワットだな。
Activating combat mode. Conflict resolved. Osha!よっしゃついに来たぜコスタ・デルソル今度こそ休暇を満喫してやれなんだ海からサハギンが出現したなんてことだサハギンが生息するほどコスタ・デルソルの海は汚れていたのかくそ休暇の邪魔しやがってスティニーやらせるこれならどうよ狙うぜ逃がすかよせーのおしまいしてやれ狙うぜ僕の手だちゃんと鍛えたんだろうなレベルアップしたし楽勝だぜでは成果を見せてもらおうさあ先月のお前のデータだよっしゃ覚悟しろ先月の俺あれまるで成長してないか訓練中止うわ一度セフィロスにでも預けてみるか逃げるなら今のうちソルジャーの誇りを見せてみろ見逃すなよスターは全部倒したぞちゅうわけで休暇バカンスバカンスよしとりあえずスクワットだなヘイヘイ